田中防衛大臣と前田国土交通大臣に対する問責決議案をめぐり、2人の辞任がなければ全面的に審議拒否するという自民党の方針を公明党の山口代表が厳しく批判しました。この分野に対しては審議に応じることはできない、そういう構えで臨んでいるわけであります。それを超えた対応というものはこの問責決議案の趣旨から言って我々は妥当ではない。問責決議案の可決後の対応について公明党は2人の大臣が関係する委員会に限って審議に応じない方針で、自民党との温度差があらわになっています。今日も自民党は3つの委員会の審議を欠席しましたが、公明党は出席しています。公明党幹部はこんな状況ではうちはついていけない、今回はしこりが残ると語っています。